生命システム研究センター先端バイオイメージングチーム渡辺です。生命システム研究センター先端バイオイメージング研究チームの市村です。光っていうのは、電磁波の一種です。皆さんが使っている、携帯電話で使っているのも、通信しているのも電磁波です。で、電磁波っていうのは、携帯電話で使っているのは例えば、1秒間に10の9乗回だから10億回かな、10億回電波がプラスマイナスにこう振動する、そういう電磁波を使っているんですが、光っていうのはそれよりももっと速い周波数の光、1秒間に10の15乗回振動する、そういう電磁波です。で、私たちがこう今、目に映っている光っていうのも全部そういう、ものすごく振動数の速い周波数の速い、電磁波です。2つの異なる物質の境界面に光が斜めに入った時に光はその進行方向を変えます。例えば空気中からガラスに対して光がこう斜めに入ってきた時は境界面で屈折して浅い角度になってガラス内に侵入していきます。これが屈折という現象です。光が直進してます。で、例えばこの光が通っているところにこのガラスのプリズムを入れてあげるとこのように光が曲がって曲がります。で、抜くとまた元に戻ると。で、入れると、屈折して光の方向が変わります。こういう感じ。これが、屈折です。ここに1枚レンズがあるとします。でここは、真ん中の中心軸の線です。で例えば、ここに1つ物体があったとします。でここから光が出ています。で、この物体の一番上から出た光、そしてこの光軸から平行に出た光というのはレンズに当たったときに、このように屈折して、ある点に向かって進んでいきます。この距離をこの点を焦点といってこの距離を焦点距離といいます。でここを通ってそのまま光というのは抜けていきます。一方ここから出た光でレンズの中心に向かっていった光、それはほとんど屈折せずにまっすぐ抜けていってここの点で平行に出ていった光と像を結びます。で、これがあらゆる点で、点から出た光で起こって結果ここに、像を再生することができます。で、この像の大きさっていうのは元々の像よりも、拡大されています。で、このような原理を使って、顕微鏡というものは、小さいものを、拡大して、見ることができます。普通に私たちが見える光、いわゆる可視光を使った顕微鏡っていうのはどれぐらいの細かい構造が見えるかというと、例えば、200ナノメートル、光の波長の、半分の大きさの構造までしか、分解して見ることができません。で、これが200ナノメートルぐらいです。これを顕微鏡の空間分解能と言います。そして、今私たちが開発しているこちらの顕微鏡だと、実は、10ナノメートルぐらいの、空間分解能で、一つ一つのタンパク質を分けて、観察することができます。ですね、顕微鏡を使って見ると、タンパク質がたくさんある中でこの全体を見ることしかできません。ですので、この機能のアンサンブルという形で我々は見ることになります。ですけど、実際にはこのタンパク質一つ一つが機能を持ってそれぞれで動いているわけです。ですので、我々の社会に例えますと、我々一人一人の
個人と社会全体というものを対比させて僕らの生態を考えなきゃいけないわけです。でこれまで の顕微鏡技術というか計測技術というのはこのタンパク質一つの動きを見ることだけに特化してきました。ところが今言ったように全体も同時に取らなければなりません。そこでこの顕微鏡のようにこの視野にある全ての分子を同時に見ることにより一つの動きと全体の動きその両方を捉えていこうと思っています。